順位下がっちゃった、順位下がってしまったよ。でも、まあ、まだまだ時間はあるので、時間というか、まあ、あるようでないけど、いや、あるかな、頑張ります。一人で喋ってる、星投げ、ちょっと待ってね、今書いてる。船配信してた人だ。面白い。紙ゴム取ろうっと。紙ゴム、紙ゴム。シュシュ。よし。アイルの公演が、アイルのイベントが終わりました。悲しいよ。アイルでもうできないなんて。今日ね、アイルがもう一回集結してクレディセゾンさんの特別なイベントをしていたんですよ。そう、26人のファンの方が来てくださってて、そう、アイルがね再集結したんです。サトちゃんとレイちゃんもいました。サトレイ、サトレイがいたよ。 T シャツね、これアディダスいただいたやつです、ファンの方から。あのファンの方から、この間納涼祭のイベント公演があったんですけど、納涼祭の公演があったから、本当だよ、そう、今さっきアイルやってきた、そう、納涼祭のイベントでね、皆さんのプレゼントとかお手紙が届きました。嬉しい、早く後で開封します。やった、やっと公園に来れて嬉しかった。こんにちは。そう、アイル揃ってまたイベントできました。レイちゃんとサドちゃん来てくれました。そう、おやつ食わんのか、あ、食う、食べる、食べるよ。でも次の配信で食べようかなって思ってます。とりあえずこれは30分してからなんですけど、ん？7号後に平行案書いてみました。え、見たいけど今見れないや、教えてください。ここ、この後30分までとりあえずやるんですけど、その後どのぐらいで星集め、どうしようかな、どのぐらい、30分、1時間空けた方がいいのかな、どうなんだろう、もう30分区切りでもいいのかな、まあ、見に来れないファンの人いるか、あ、でも、え、待って、ちょっと加えた後だけど、グッさん、グッさん、グッさん、ありがとうございます。アリクマ覚えてました、やった、覚えてた。1時間は空けてほしい、そうだよね。そうなんですよ、皆さん今日はお休みですよね。どうだろう、お休みじゃない方もいるかな。これはね、ソイラテ、ソイラテです。サトレイの最近のエピソード、
サトレイはね、いい意味で変わってなかった。なんかアイルのメンバーみんな変わってなくて、その真帆ちゃんと佐都ちゃんがずっと2人でじゃれ合ってて、ずっと2人で笑ってて可愛かったです。それを微笑ましい顔でレイちゃんが見てて、でズッキーと私も話をこう聞きながらニコニコして笑ってるみたいな。そう、佐都真帆、佐都真帆はね2人でお話ししてた。今日もねお弁当がすごい美味しくって、そう大きかった、今日のお弁当もうすごいね鮭が大きくて、今日のお弁当のね2択が鮭、めっちゃ大きい鮭とちくわと卵焼きと明太子が入ってるお弁当か、このぐらい、まあ、小さ小ぶりなうなぎと卵焼きとあと鶏肉とつくね3個入ってるお弁当か2択だったんですよ。でもうね迷ったんですけど、でも迷ったって言ってもいつもより全然迷わなかった。1分ぐらいで決めました。1分か2分。でどっちにし、私どっちだったと思いますか。どっち選んだでしょう。鮭かあのうなぎとかいろいろ入ってる弁当か。おーすごい、みんないろいろ、おーいいですね、いいですよ。正解は鮭でした。そう、鮭、なんで鮭かっていうと、鮭はねやっぱ大きかったっていうのと明太子も入ってたし、なんかねすごい美味しそうな鮭だったんですよ。でも私うなぎが好きなんですけど、うなぎはでもこのぐらいのサイズのうなぎと卵焼きとつくねと鶏肉で、うなぎはもうちょっとだったので、そう迷ったけど鮭にしました。でも鮭にして正解、美味しかった。そう、うなぎはねまたうなぎとして食べたいなって、うなぎのちゃんとうなぎ弁当、うなぎご飯食べたいですね。うなぎはさやっぱ元気になるじゃないですか、力がつく。土曜の、今日うなぎの日なんか土曜の、あ、昨日かな。そう、そうなの、昨日か。そうか、そうなんだ、昨日か。昨日は食べれなかった。昨日は小籠包、昨日だ。土曜と土曜は違いますよ。あ、そっか、土曜か。土曜は牛の日、土曜じゃなくて土曜ね。皆さんアイテムありがとうございます。ありがとう。ペオさん、いろいろみんなありがとう。ん？ひらが、ん？わかんないや。アディダスの T シャツ、かわいいでしょ？そう、かわいいんですよ。これはタオル。ゆいゆいのお化けキャラはマジで好き。
お化けキャラじゃないよ。お化けキャラじゃない、お化けキャラではないんですよ私は。うんちゃん、髪の毛サラサラ。そう、髪の毛はねサラサラです。すき家のうなぎも美味しいよね。一回食べました、美味しかった。靴は可愛いメンバー誘ってコラボ配信しよう。コラボ配信ね、コラボ配信したいけどさ、なんか電波悪くなるのかなみたいな。歌うやつやりたいな、カラオケ。カラオケしてみたいけど、なんかあれですよね。あ、でも私あれないや、なんかつながるイヤホンみたいなやつ、なんだっけ、うなぎ、あ、うなぎじゃないどんだけうなぎ好きやねん。あ、待って待って、30分だから、あ、大丈夫か。うどんのやつしかない、うどんイヤホンしかない。うどんイヤホン。ん？あ、昨日ゆきりんさんがゆいがバッグ使ってきてくれて嬉しいって言ってた。こちらこそです。ゆきりんさんのバッグ使ってます。可愛くて愛用してます。マイク付きのイヤホン。これさ、うどん、これってできるのか？うどんでもできる？え？できるの？うん？できるんだ。え、これ充電あるかな？そうなんだ。え、でも待って、これ落ちたらごめんなさい。落ちる可能性ありますよね。私いつも落ちるから。え、どこ押すんだっけ？カラオケ。カラオケ押す場所忘れちゃった。え、カラオケどこ押すのこれ。カラオケ。あったー、カラオケさん。大丈夫かな、ちょっと落ちたらごめんなさい。ん、え、今のところ平気そう。でも何歌うんだろう、何歌おう。なんか急に歌うの、なんだろう、なんだろう。ちょっと待って、今見てます曲を。いっぱい目温度。なんだろうな。リフレイン。チルチュ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 。
すごい。何これ、すごい。いやー、でもなんかさ、声遅れてるように聞こえるね。え、これ遅れてるよね、声。声がリフレインしてました。やっぱ、これイヤホンこれだからかな。ダメだ。遅れちゃうからみんな。よくないですね。腹話術だ。無線だ。ね。Bluetooth はチェーン、そうね、ですね。イヤホンがあればよかったな。話すときは、このイヤホンの方がいいんだ。でも、みんな、なんか、音聞こえにくくて嫌でしょ？嫌でしょ？これから毎日持ち歩くといいわ。このために？このために？この配信のために？長いやつ持ち歩く。あ、嫌じゃない。その声がいただけたということで、じゃあもう一曲。何歌おうかな。なんだろう。でもさ、音聞こえて。君だけ。一応さ、会議室なんですけど、私、声うるさくないかすっごく不安なんですけど、大丈夫かな？怒られないかな？うるさいですって言われたらごめんな、怖いな。
エコーが強い。なるほどね。あ、エコー、リバーブ、あ、それで音の聞こえがあれなのかな。そんな言うのいない。そうだ。そうね。そんな怖い人はいません。怒られるのは嫌ですね。怖い怖い。サトレイはもう帰っちゃいました。なんだろう。なんだろうね。なんだろう。何の曲がいいか？抑えきれない衝動のこと、何も変わってない。なんだろう。何？みんなのコメント見てみようかな、じゃあ。すごい来てた。夏っぽい曲、なんだろあ、びっくりした。ハッピーエンド？じゃあ、ハッピーエンドかな？ハッピーエンド。ハッピーエンド。バックナンバーさん出てきちゃいそう。AKB の前。AKB のハッピーエンド。どこだ？ハヒフヘホ。ハヒフヘホ。はー。ハイテンション？ハッピーエンドどこ？これどういう順番に並んでるんだろう？適当か。今、舌打ちじゃないです。口がチッてなっちゃっただけです。失礼しました。難しい。じゃあ、分かった。夢濡れた。好き、いい曲だから。いい曲、素敵ないい曲を届けます。いい曲、推し曲。の一つ。この時点は横に並んでいた同じ手なの。同じ夢を打ち仲間だった青空に映る変わった瞬間から僕は乱れて誰もが今日と信じれた絆はやがて見たって広がり君が生まれて
ズレが気になりましたが、楽しい時間はあっという間で、音楽タイムはここまでとなります。ありがとうございます。ちょっとね、今度やるときはちゃんとワイヤレスじゃないもので歌いたいと思います。家にありますよ、普通のイヤホンいっぱいあるけどね、持ち歩いてはないです。アンクレットの走り方好きでした。え、どんな走りしてたっけ。私そんな映ってないですよね多分。え、すごいよく見てくださってる。グミありますか。グミはありません。でもね、今日ね、スタッフさんから差し入れいただいたんですけど、すごく美味しそうなお菓子みたいなのをいただいて、なんだろうってワクワクしてます。なん、重い、なんだろう、なんだろう、アソートクグロフ、アソートクグロフ、待って待って、26分か。アソートクグロフってなんだろう。じゃん、いつもお世話になってるスタッフさんから差し入れをいただきました。なんだろう、わからないけど美味しそうなお菓子、なんだろう、すごく良いお店そうですよ。とっても知ってる人は知ってそう。このマークです。なんだろう、楽しみ。一人じゃあれなので、みんなでシェアします、家族で。さとちゃんも食べたよ。みんな一人一個です。一人一個いただきました、そう。ってことでちょっと待って、順位を読みます。13位、かよさんありがとう。12位、ナッカーとマロンチューさんありがとう。11位、天使さんありがとうございます。10位、カスリンリンさんありがとう。9位、 B さんありがとうございます。8位、ワイプさんありがとうございます。7位、トヨくんありがとうございます。6位、ヨシさんありがとうございます。5位、キクゴロウさんありがとうございます。4位、メタルさんありがとうございます。3位、山口智樹さんありがとうございます。2位、ヨシウシさんありがとうございます。そして1位はグッさんありがとうございます。それではですね、16時半まで、配信して、次が1時間後かな、1時間後に配信するので、その時に皆さんぜひ来てください。次来た時は今日差し入れでいただいたチーズケーキを食べたいと思います。おやつを食べます。まだ星がある？30分過ぎたらあれなのかな、ダメなのかな。15時58分開始でした。ってことは何だろう。削れば大丈夫。そっか、なるほどね。時間は守ります。やめます。じゃあ30分にとりあえずやめます。
じゃあその後また1時間後早く、あれだ、じゃあ切ります。じゃあまたね、みんなありがとうって思ったけど、あ、OK だ。じゃあまたね、ありがとう。